第1課は生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年以上の日本語がちょっとおかしなケンタがお送りする香港ケンタチャンネルです。このチャンネルでは香港の三面記事的なニュースや香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。では早速やっていきましょう。さあ本日2月16日金曜日です。現在時刻7時24分です。本日最高気温22度、最低気温18度で晴れ時々曇りです。降水確率 10% 以下なので傘の必要はないかと思います。以上天気予報でした。続きまして香港ドル日本円相場やっていきたいと思います。現在の1香港ドルは19円16銭でした。続きましてビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻7時25分です。 BTCUSD の価格は51,845.35でした。さあ今日もゆるっとニュースやっていきたいと思います。今日はですね、16日で、今月もオクトパスのポイントがもらえる日ですね、皆さん忘れずにね、 MTR の駅で青い機械にですね、オクトパスをかざしてみてですね、オクトパスのね、リワードをね、しっかりと受け取ってください。私はね、ちなみに今日の朝やってみたところ60ドルぐらいもらいました。さあ続きまして、香港でミーシャのコンサートが3月に開催ということで、ミーシャがですね、コンサートを香港のキテック KITEC っていうのかなのスターホールで、2024年3月17日にコンサートを開催するようです。コンサートのチケットは2月5日に販売開始となる予定です。このコンサートはね、日本で行われているツアーのミーシャ星空のライブ12っていうやつになるのかな、の香港公開になります。ミーシャにとっては6年ぶりの海外公演であり、香港での公演は2013年以来の10年ぶりとなるようです。またその後もね、4月4日木曜日に台北での公演も予定しているようですね。いや、ミーシャといえばね、私もね、まだね、ドラマをね、結構頻繁に見てた頃の、大和なでしこのね、エブリシングとか、ジンっていうね、ドラマのね、会いたくて今っていうね、曲がね、すごい私の中でも記憶に残っている曲なんですが、まあそうですね、すごくね、私すごい好きな歌手なので、香港に来てね、コンサートをやってもらえるっていうのはね、すごく嬉しいですね。また日本だけでなく、海外でも人気あり、香港のメディアで、ミーシャは2020年に、中国の音楽番組、歌手、シンガーっていうのにね、出演したようで、その歌唱力とパフォーマンスが、アジア全土の視聴者に、大変人気がね、あるっていうね、ことらしいですね。ということで、概要欄の方にね、このチケット購入できるところのリンク貼っておきますので、ぜひ、2月5日に販売が開始するようなので、多分人気があるのでね、もし興味がある方はね、早めにね、このリンクに行ってね、2月5日、まあ本当朝一番でとかね、日付変更線変わったらすぐ始まるのかな、どうなんでしょうね。欲しい人はね、頑張って朝から、購入してみてください。チケットの価格は、1380ドルの席、1080ドルの席、780ドルの席の3パターンで販売されるようです。で、ですね、まあ、おまけ情報なんですが、今ですね、前回私、パレード、2月の10日のパレードはね、見に行くことはできなかったんですが、2月10日のね、パレードで使われていたパレード用の車っていうのかな、なんか要はパレードとパレードの間になんかすごい装飾された車が走っていたと思うんですが、その車がですね、なんとチムサーチョイーストのね、公園にね、飾られてるのをね、見つけたので、でまだね、これ25日まで飾られてるっていうことだったので、もしね、興味がある方いらっしゃいましたら、ぜひ行ってみてください。こちらもね、概要欄の方に Google マップ貼っておきますので、その Google マップの情報をね、元に見に行ってもらえればと思います。毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいね評価で応援いただけるとすごく嬉しいです。ということでね、本日ここまでさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、良い一日を過ごしください。一応いきまたね、バイバーイ。